次に藤岡隆夫君、はい、立憲民主党無所属の藤岡隆夫でございます。まず本日も地元栃木県第4区の皆さんに感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えてくださった先輩関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。まず早速質問に入ります。昨日明らかになった子ども未来戦略方針の素案の財源の詳細に関してお伺いしたいと思います。まず鈴木財務大臣にお伺いしたいと思います。答弁でもですね、予算財源について具体的な検討を深めて、大枠を提示するというようなことをおっしゃってたと思いますが、なぜ今回この防衛財源のような財源フレームのような形で示されなかったんでしょうか。鈴木財務大臣。まずですね、昨日子ども未来戦略会議で議論されました子ども未来戦略方針の素案におきまして、今後3年間の集中取り組み期間において実施すべき加速化プランの内容とともに、この財源のですね、基本骨格が示されたところでございます。でこの財源の基本骨格につきまして申し上げますと、まずは歳出改革など、これは全世代型社会保障を構築する観点からの歳出改革の徹底、規定予算の最大限の活用などでありますが、これを先行させ、それによる公費の節減等の効果及び社会保障負担軽減の効果を活用しながら、実質的に負担増を生じさせないことを目指す。丸二として、経済活性化、経済成長への取り組みを先行させ、経済社会の基盤強化を行う。丸三として、これらの取り組みの中で新たな枠組み、例えば支援金制度、括弧仮称でありますけれども、これを構築するという基本骨格で安定財源を確保するということを述べておりまして、基本的に年末にならないと予算編成過程で、でないと決まらないものもありますけれども、財源の基本骨格につきましては、先ほど申し上げましたように、昨日の素案でお示しをしているとおりであります。藤岡隆夫君。今、ご答弁をお聞きしておりましても、基本的な骨格というふうにおっしゃるんですが、例えば防衛財源のときにおいては、歳出改革で今後3兆円、そして令和9年度において1兆円強とかですね、あるいは税外収入など、ある意味、破綻した財源フレームといえども、財源のフレームを示されていたというふうには、示そうとされていたと思います。今回、まずそこまでもですね、示されない、歳出改革について、今おっしゃいましたけれども、じゃあ具体的に何兆円、それで捻出をしようとするのかとかですね、この具体的な検討を深めて、この6月を迎えたと思うんですけれども、これ、改めて、これでは私は財源の詳細が示されているとは、私は到底言えないと思うんですね。大臣、これ、6月のこのせめて骨太の方針の発表までには、これ、財源のフレームの詳細、示すべきではないでしょうか。鈴木財務大臣。まずですね、昨日の素案でありますけれども、今、ようやく与党におけます議論が始まるところでございます。それで与党におけます議論をですね、十分踏まえて、そしてそれを最終的にまとめるということであるということ、これは一つご理解をいただきたいと、そういうふうに思うところでございます。そしてこの6月の骨太までにですね、きちっと示すということでありますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたとおりに、年末の予算編成過程でないと決められないものがあります。それは先ほども例示しましたが、ほかにもあるんだと思いますが、例えば診療報酬、介護報酬もそうでありますし、それからいわゆる支援金、括弧仮称というものも、その規模等についても検討を予算の中でしていかなければならない。そういうことで、すべてを6月の段階で示せるかというと、そういう形にはなかなかならない。したがいまして、昨日お示ししたような財源確保の基本的な
この方針をですね、出させていただいたということであります。なお、具体的に細かくどういうふうに整理するのかというのは、これは内閣府において行われるということであります。藤岡隆雄君。はい、本当に昨日発表されたものですと、私も本当に少子化対策はもちろん待ったなしというところは当然共有をいたします。だけども、昨日の財源の骨格はこれスカスカとしか本当に言いようがありませんし、先ほど品先輩議員指摘をしましたように、おいしい料理を並べて値段は後から教えますということではですね、これでは本当に国民の衆議院選挙をこうですね睨んだ負担隠しというふうにこれ言われてもしょうがないと思うんですよね。で、大臣、私ある意味大臣一つ大変僭越なんですけども、同情するところって失礼かもしれませんあるんですけど、5月31日に1日でですね、岸田総理から5000億積みましというふうなことが、突如、ね、話が出て、で1日の報告書にはもうすでにそれが反映されたものがなると思うんですけども、これ、そういう事実だと思うんですけども、この総理から1日でこの、指示があって変わると。でこれ具体的な検討を深めてというふうにですね、総理も言ってたわけなんですよ。この指示で1日でということに関して大臣、これお怒り戸惑いなかったんでしょうか、自信はあるんでしょうか、財源確保に。鈴木財務大臣。5月30日にですね、総理から、今まで3兆円と言ってたところ3兆円の半ばまで、でそのメニューについてはこういうようなことも考えながらというご指示があったのは、これは事実であります。それ以上は私から申し上げることではない、ご指示を受けてそれに沿ってしっかりと中身を詰めていきたいと考えております。藤岡隆雄君。はい、はい、鈴木財務大臣。5月31日でした、ね。はい、そうですね。はい、藤岡隆雄君。はい、1日でこれ精査ってできるんでしょうか、財源。鈴木財務大臣。先ほど申し上げました財源確保の基本的な考え方ですね、それに基づき年末の予算編成過程で決まるものもあるわけでございますが、しっかりと財源確保に努めていきたいと思っております。藤岡隆雄君。非常に本当に苦しい、ご答弁としか言いようがないと思ってますが、そもそも歳出改革というのは、報道などによりますと2兆円程度そこで捻出をというふうな話も出ておりましたが、歳出的には金額は一切盛り込まれていないということだと思うんですが、この歳出改革はこれ防衛財源はいわゆる非社会保障関係費というところですけど、今回はこれ社会保障関係費を削ると、そういうことでよろしいんですか、その考え方、政府の。鈴木財務大臣。繰り返しになりますけれども、6月1日昨日、官邸の会議で議論されました子ども未来戦略方針の素案の財源の基本骨格において、歳出改革につきましては、全世代型社会保障を構築する観点からその取り組みを徹底することと、されているところで、ございます。それからこの間ですね、いろいろな報道がたくさん出ておりますが、必ずしもその報道がですね、すべてが正しいというわけではないわけでありまして、従いまして、その点はお含みおきをいただきたい、こういうふうに思います。藤岡隆雄君。そうしますと、大臣、今、歳出改革で念頭に置かれているものはあるんでしょうか、なんかないということですか、今ちょっとそれ、よく分からなかったので教えてください。鈴木財務大臣。念頭に置いてあるものはもちろんございますが、今まさに与党でも、その点ですね、ご議論をいただいているところであります。そうした決定プロセスをきちっと踏まえて、一つ一つ詰めていくことが、この手の話をですね、まとめていくためには大変重要なことで、そこが欠けるとですね、もうまとまるものもまとまらないということになると思います。今まさに、この決定プロセスに向けて、進めているということであります。藤岡隆雄君。
歳出改革、今、念頭に置かれているものがあるという話でしたが、例えばどういうものなんでしょうか。鈴木財務大臣。個別具体なことは申し上げることはできませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、歳出改革につきましては、全世帯型社会保障を構築すると、それが一つの観点であります。藤岡隆雄君。はい、なかなかまだまだ見えてこない、本当に全く見えてこないので、メニューだけ並んで値段は後で教えますというふうにしか思えないんですが、大臣、これ、一切の増税はこの少子化対策において、今回の子ども未来戦略方針に沿ったこの予算措置に関して、この報告書、素案に踏まえまして、一切の増税はなしということでよろしいんですね。鈴木財務大臣。岸田総理からですね、消費税の引き上げも含めて、増税ということについては考えないというご発言がございました。藤岡隆雄君。はい、藤丸副大臣、今日は内閣、すみませんね、金融担当でもあると思いますが、内閣府のこの副大臣としてもですね、これ、財源フレームを早急に、やっぱり骨太の方針までに示すべきじゃないでしょうか。藤丸内閣副大臣。はい、依然、率直に言ってですね、この素案において、例えばその財源もですけど、支援金制度についても、やはり社会で支えるわけですから、社会全体で支える、ですから社会全体の理解も、コンセンサスも必要になってきますので、そういう意味では、詳細についてはそういうコンセンサスを得ながら、年末に結論を出すこととしておりまして、具体的な仕組み等をまだそういう意味では決まって、コンセンサスを得ながらということでありますので、合わせて年末に検討するということになっておりますので、ご理解いただければと思いますが。藤岡隆雄君。本当にそうすると、くどみをですけど、メニューで料理を並べて、後で値段を教えますということでは、ちょっとですね、これ、大変やっぱり衆議院選挙を睨んだ負担隠しとしか言いようがないですよね。これちょっともし、ちょっと若干細かいことなので、分かればちょっとお答えをいただきたいんですが、今日資料をお配りしておるんですが、子ども未来戦略方針のですね、案の1ページ目、4番目の丸のところで、歳出改革等による公費と社会保険負担軽減等の効果を活用すると書いてあるんですが、この歳出改革等による公費と社会保険負担軽減等の効果っていうのは、これ社会保険料をこれ下げるという意味になっていて、それに伴う、それに見合うというもので、これ結局社会保障関係費をこう、削るというようなことを政府としては念頭に置いているというこれことをこれ書かれているということなんでしょうか。ちょっとこの考え方が分からなかったので、財務大臣にお聞きしたいと思います。鈴木財務大臣。具体的なことは年末になるわけでございますので、予算編成過程で決めるということでありますので、今、私がここでこうだとこう申し上げますと、年末になってそれと違うことになってもいけないと思います。そういうことで、今、ここでは具体的なことは申し上げないわけでありますが、例えば社会保障制度改革において、国費のですね、支出が減りますと、それによって、負担が下がるという点は、それはもう当たり前の話ですけれども、そういうことはあるんだと思います。藤岡隆雄君。委員長、国費の支出で負担が下がる、そこは具体的にどういう、ごめんなさい、ちょっと今の、はいはい、鈴木財務大臣。具体的なことについては、はい、年末の予算編成過程で、はいはい、決めていくということでございます。はい、藤岡隆雄君。今やり取りさせていただいてもですね、この方針案に書かれていることなんですよね。書かれていることについての解釈考え方がですね、今この場でもですね、なかなかご説明いただけないというのでは、これ非常にこれ詰まってないというか、後にやっぱり先送りをしているとしか非常に言いようがないという、そのスタンスがですね、政府としてのスタンスが一体どういうスタンスを取っているのかということ自体が非常にこれ不明確だなということだなということは、改めてちょっと指摘をさせていただきたいと思います。
では続きまして、植田総裁、お待たせいたしました、質問させていただきたいと思いますが、藤丸副大臣、特に内閣府大臣、特にございません、ご退出いただいて結構ですので、はい、藤丸副大臣はご退出いただいて結構です。はい、はい、上田総裁、ではよろしくお願いいたします。大変最近、日銀のですね、いろんな総裁の、挨拶原稿だとか、いろんな講演原稿とか、ちょっと見ていると、説明の、私、本当に以前よりすごく分かりやすいなということ、本当に思います。その点ですね、敬意を表したいと思いますし、本当に個人的にはどこかなんとか今のですね、金融政策をちょっと軌道修正ということも、にじんでる思いもやっぱりあるのかなということもですね、非常に感じなくもないのかなというふうにも思っているんですが、今日ですね、基本的なところをちょっとまず確認していきたいと思っているんですが、物価安定目標 2% のですね、当然これ、黒田総裁の場合は、2年程度ということをですね、語ったわけですけれども、当然今回は達成時期は示されていないというわけでございますが、改めて植田総裁、この達成時期を示すということは、やはり適当ではないというふうな考え方を取ったということでよろしいんでしょうか。植田日本銀行総裁。お答えいたします。物価の基調的な上昇率については、目標に向けて、徐々に高まっていくというふうには考えてございますけれども、まだなおしばらく時間がかかるというふうに思ってございます。で、それも含めまして、物価の先行きについては、いろいろな要因で不確実性が極めて高い状況と考えてございます。そうした中で、現時点で達成の時期について、確たること、具体的なことを申し上げることはなかなかできない状況にあると考えてございます。もしも不確実性の高い中で達成時期を具体的に示してしまいますと、かえって市場等に不足の影響を発生させるリスクを高めてしまうというふうにも考えてございます。藤岡隆雄君。はい、ありがとうございます。植田総裁、そうしますと、当初、いわゆる10年前に黒田総裁が示されていた達成時期を示したということは、これはもうやはり適当ではなかったというふうな評価ということでよろしいですか。植田日本銀行総裁。当時、黒田総裁は2年程度でということをおっしゃったんだと思うんですけれども、それはさまざまな金融政策の発動から効果が出るまでの時間的なラグですね、これに関する分析の平均的な結果を見ますと、2年程度というのが当時の、一つの結果でございましたので、それをご覧になって2年程度ということをおっしゃったんだと思いますが、現実には2年であったり、1年半であったり、3年、4年というふうにさまざまに動くものですので、その2年とおっしゃったことが不適当とは思いませんが、事後的には残念ながら2年では達成しなできなかったということと思っております。藤岡隆雄君。はい、そういう中で、ちょっと共同声明のですね、考え方に沿って、ちょっとその、この金融政策のですね、評価的なお話をお伺いしたいと思うんですが、共同声明には本当にこの、できるだけ早期にですね、実現するということが謳われているわけですね。当然、このできるだけ早期にと、この物価安定目標 2% の達成に関してですね、当然これ、当時の白川前前、元総裁、また当時の首相官邸、いろんなやり取りもですね、東洋経済などにも書かれているところだというふうには思っているんですけど、改めて今、植田総裁にお聞きしたいのはですね、2013年4月からですね、1月から共同声明が始まっておりますけれども、これから当然、異次元金融緩和というものが始まって、このできるだけ早期にという基準に照らしたときにですね、これはやはり 2% の目標、達成ができなかったというふうな評価ということで、考え方でよろしいんでしょうか。上田日本銀行総裁。先ほど申し上げましたとおり、現時点でもまだ目標に到達していないということでございますので、まだ時間がかかりそうである。できるだけ早期に 2% の目標を実現するということは、デフレでない状況を作り出したという意味では、若干の、あるいはかなりのプラスがあったかとは思いますが、
そのできるだけ早期に実現するということは、まあ、残念ながらできなかったというふうに考えてございます。これまでのところですね。藤岡隆雄君。まあ、今の非常に重要な話だと思うんですね。できるだけ早期にという考え方に立ったときにできなかったということであれば、このできるだけ早期にという概念は、あるいは10年を超えるというか、まあ10まあ、できるだけ早期にという中で、まあ、できなかったというふうに今言われたので、そうするとですね、まあ、実際このできるだけ早期にの考え方についての時期的なですね、目安というのは、やっぱりあれなんでしょうか、一つ、この10年以内というか、非常にそういう概念で考えてらっしゃるということなんでしょうか、上田総裁。上田日本銀行総裁。申し上げましたよね、金融政策の動きから効果が出るまでの時間的な長さについては、さまざまな分析がありますが、一つの結論として、状況によってすごい動きうる。いうことですので、特定の期間を念頭に置いて、できるだけ早期にというふうに申し上げているわけではございません。その上で10年を超えるような長期のようなところが中心的な考え方というわけではなくて、やはりできるだけ早期にということで申し訳ありませんが、抽象的で考えてございます。藤岡隆雄君。はい、どこまでその長期的なですね、ことによって当然柔軟性がどこまであるのかなという面で、まあ、非常にこの考え方、まあ、重要で、特にこれを今引き継がれているという状況ですから、じゃあこれを、まあ、今ずっと続いているということですからね、でもうすでに10年超えているということですから、そうしたら非常にまた機械的にやっぱり緩和を行うというふうな、また考え方にも、まあ、なりかねないなというふうなことにもなってくると思うんですよね。そうするとやっぱりこの日銀のですね、まあ、柔軟な金融政策運営というのもですね、なかなかこう厳しくなってくるのかなというふうに今感じたんですけども、その中で共同声明の中にですね、重要なところで、日本、まあ、資料をお配りして5ページ目に共同声明を配布しておりますけれども、日本銀行は今後、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取り組みの進展に伴いというふうに書かれていて、まあ、これが当然前提となって物価上昇率というのが高まっていくし、ある意味日銀の金融政策だけではなくて、当然成長戦略やそうしたものがあってということでありますから、こちらに対する評価がしっかりされていないと、金融政策だけが過剰に進んでいってしまうとか、まあ、そういうことになってくるので、当然この評価というものは重要だと思うんですね。今、上田総裁としては、この日本経済の競争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取り組みの進展というのがあったというふうな評価なのか、この評価についてお聞きしたいと思うんですね。まあ、というのはやはり潜在成長率と非常にこの10年の間も低迷していると思います。私はこの取り組みの進展が本当に十分だったのかなという点について極めて疑問を持っておりますけれども、上田総裁の見解をお聞きしたいと思います。上田日本銀行総裁。委員おっしゃいますように、日本経済にとって潜在成長率を高めるということは極めて重要な課題でございます。その上で政府の施策でございますが、ずっと推進してこられました働き方改革などによって、女性や高齢者 の労働参加が進みまして、これはある程度、潜在成長率の下支え要因になってきたというふうに考えてございます。また、現在も、政府におかれましては、労働移動の円滑化、あるいは人への投資等を通じた構造的な賃上げの推進、デジタル化等に向けた重点的な投資の推進など、成長と分配の好循環の実現のために、さまざまな取り組みを行っている、いらっしゃるというふうに承知しております。その上で、これらを踏まえて、私どもの金融政策でございますが、毎回 の金融政策を決める決定会合におきまして、さまざまなデータや情報、を使いまして経済物価金融情勢を丁寧に点検した上で政策を決めているわけでございますが、その中で政府のさまざまな取り組みの影響も当然のことですが、反映させた見通しなりリスクを考えた上で政策を決定している状況でございます。
藤岡隆雄君。はい、この10年の潜在成長率の推移や一人当たりの GDP やさまざまな推移を見たときに、植田総裁今らしくないといいますか、やっぱり政府のこの対策に対してやっぱりもう少し厳しい評価になってもいいのではないかなというふうな私は感じがいたします。ちょっとですね、時間もあれなので先にちょっと1点国際金融センターの話を鈴木、金融担当大臣という立場でお聞きをさせていただきたいと思うんですけど、資料をちょっとお配りをしておるんですが、このところ11ページなんですけどね、これちょっと新聞の記事の抜粋だけでこの詳細ここには添付を申し上げなかったんですけども、イギリスのその調査機関の中でこの国際金融センターインデックスのこの最新版でですね、この国際金融センターとして、東京のですね、順位が非常にまた下がっているというところで、当然10年前は6位で、そして今回はまた21位でというところで、もちろんこのですね、その測り方の詳細について公表されてない面もありますから、あくまで一つのですね、指標だということは重々理解をするんですけども、またこれ近年、またこれ非常に細かいデータを見るとすごく下がっていってしまってるんですよね。3位から21位だとかですね、いろんなまた下がり方もしてるんですが、ちょっとこの鈴木大臣のですね、やはりこの認識と、できればこのですね、やはり国際金融センターとしての地位がですね、もう低下をしないようにですね、本当に危機感を持ってご対応をお願いしたいと思うんですけども、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。鈴木財務金融担当大臣。お示しをいただきました、ランキングの調査でありますけれども、算定方法の詳細が不明確な特定の民間調査機関が公表する指数について評価を申し述べること、これは必ずしも適当ではないと思いますが、こうした調査で東京が低位に位置づけられているということは、率直にですね、残念に思うところでございます。ただ大切なことはこうした調査に一喜一憂することではないと思いますが、しかし、こういう評価が現にあるということを踏まえて、日本が国際金融センターとしての地位を確立していくために必要な取り組み、これを不断に続けていくことが大切であると考えます。金融庁ではこれまでも海外の資産運用業者の日本拠点開設を後押しするなどの対応を進めてまいりましたが、今後におきましても日本をアジアの GX のハブとすることを目指し、GX 投融資を促進していくほか、我が国の2000兆円を超える豊富な家計金融資産を有効活用していく上で、重要な役割を担う資産運用業等の抜本的な改革にも取り組んでまいります。また、投資対象となる上場会社の中長期的な企業価値の向上に向けて、4月に取りまとめましたアクションプログラムに沿って、コーポレートガバナンス改革の実質化も進めていこうとしております。さまざまな取り組みを通じまして、国内外の資金を成長分野等へとつなぐ魅力ある金融資本市場を構築し、日本の国際金融センターとしての地位向上、これを図っていきたいと考えております。藤岡隆雄君。はい、一定の厳しい認識をですね、入ったご答弁をいただきありがとうございました。すいません、上田総裁、もう一点お伺いしたいと思うんですけども、経済財政諮問会議でですね、清滝先生がご指摘をされている点なんですけども、ある意味 1% 以下の金利でなければ採算が取れないような投資をいくらしても経済成長しない、ある意味率直な厳しいご指摘、そして新規企業の参入や若い世代の住宅取得が難しくなるから、生産性や総生産の成長が停滞すると、やはりこの異次元金融緩和の長期化によるですね、いろんな懸念を私は示されたと思いますが、これに対する総裁のご見解をお伺いしたいと思います。上田日本銀行総裁。委員おっしゃいましたように、長期間にわたる低金利の環境、あるいは強い金融緩和政策が経済の新陳代謝を遅らせたり生産性に悪影響を及ぼしたりするのではないかという議論があることは、この清滝先生の見解も含めて承知してございます。で、ただ日本銀行が金融緩和を粘り強く続けることは、それはそれで企業の前向きな取り組みを後押しするということを通じて、
長い目で見た生産性の向上にも資するというふうに考えてございます。逆に今一つ経済に力強さが欠けている状態で金融引き締めに転じてしまいますと、健全な企業にも負担をかけたり、あるいは新しいビジネスの創出にを阻害したりするということで、かえって経済の活力を阻害してしまう、削いでしまうという可能性もあるというふうに思ってございます。藤岡隆雄君。すみません、時間が来ましたね。最後の点は、理解しますけど、しかし、やっぱり異次元長期化の、問題点について、しっかりまた懸念を深めて、また今後の政策運営に努めていただければと思います。ありがとうございました。